1> 第1次カーンズタウンの戦いは、南北戦争2年目の1862年3月23日、バージニア州、フレデリック軍とウィンチェスター市で起きた戦闘であり、南軍のストーンウォール・ジャクソン少将による、シェナンドをバレーを通る、バレー方面作戦の初戦となった。ジャクソンは、ナサニエル・バンクス少将の全体指揮下にあるバレーの、北軍を足止めさせようとしているときに、 ネイサン・キンボール大佐の小さな文献隊が脆弱な状態にあるという情報を受け取った。しかしそれは誤報であり、実際にはジャクソンの部隊の2倍以上ある完全な不評手段だった。ジャクソン隊から出た騎兵の攻撃は撃退され、即座にそれを小さな不評旅団で補強した。ジャクソンは他の2個旅団でサンディリッジを通り、北軍の右翼を包囲しようとした。 しかし北軍、エラスタスビータイラー大佐の旅団がこの動きに対応し、キーンボールの旅団がその支援に動いた時に南軍は戦場から追い出された。北軍はその後追撃をかけなかった。この戦闘は南軍の戦術的敗北だったが、北軍が南軍の首都リッチモンドに対して半島方面作戦を仕掛けている時であり。 これにして南道バレーから援軍を送ることを妨げたので南部にとっては戦略的勝利と考えられる。この戦闘より先に1 8 6 1年7月2日のホークスランの戦いでジャクソンは敗北したことがあり、上昇と言われたジャクソンにとって第一次カーンズタウンの戦いは数少ない敗北の二つ目となった。バレー方面作戦カーンズタウンの戦いから マクドウェルの戦いまで、南軍北軍、ジャクソンの師団は、ジョセフ・ジョンストン将軍の軍の側面をカバーするために、バレーを登って交代していた。ジョンストン軍は、センタービルとマナサスの線から首都リッチモンドの方向へ、交代していた。この保護的な動きがなければ、バンクス指揮下の北軍が、ブルーリッジ山脈の峠を通って、ジョンストン軍を攻撃した可能性があった。 1862年3月12日までに、バンクスは、ジャクソン隊が街を明け渡した、直後のウィンチェスター市を占領した。ジャクソン隊は、バレーパイクを通って、マウント・ジャクソンまで42マイルを、のんびりしたペースで行軍していた。3月21日、ジャクソンは、バンクスが部隊を分割し、ニコ師団が、ワシントン DC の金剛まで戻り、 国軍の他の部隊がリッチモンドに対するジョージ・マクレラン、少将の半島方面作戦に参加できるようにしたという情報を得た。バンクス軍の残った師団は、ジェームズ・シールズ准将が指揮して、ストラスバーグに駐屯し、バレエ下流を守っていた。さらに情報ではウィンチェスターに向けて交代していることを示唆していた。バンクスも3月23日にはバレエを去る準備をしていた。 ジャクソンがジョンストンから得ていた命令は、バンクス軍がバレーから去らないようにすることであり、まさにバンクスがそうしようとしていた。ジャクソンは部隊を戻し、この戦争の中でも大変な強行軍を行い、3月22日には北東に25マイル、3月23日朝にはカーンズタウンまで、さらに22マイルを進んだ。ジャクソン敗下。 ターナー・アーシュビー大佐の騎兵隊が3月22日に北軍と小競り合いを行い、その時にシールズは砲弾の破片で腕を負傷していた。シールズは負傷したにもかかわらず、師団の一部をウィンチェスターから南方に動かし、他方一個旅団を北上させた。これにより、ウィンチェスターを放棄したように見せかけたが、実際には予備として近くに止めていた。その後、 師団の戦術指揮権を第一旅団長であったネイサン・キンボール大佐に委ねたが、戦闘中央区の伝達や命令をキンボールに送っていた。ウィンチェスターの南軍支援者がシールズが4個連隊と数門の方だけを残して、残りの部隊には翌朝にハーパーズフェリーに向かうよう命令したとの誤った情報をアシュビーに与えてしまった。アシュビーは通常信頼すべき。 騎兵石膏であるという評判だったが、この時はその市民の情報を確認もせず、ジャクソンに伝えてしまった。ジャクソンは、降軍中の脱落者により3000名まで減っていた。その手段で、北に積極的に降軍した。間もなくほぼ9000名の軍を攻撃することになるとは、気づいていなかった。第1次カーンズタウンの戦い。 3月23日の午前11時から午後4時45分までの動きジャクソンはウッドストックから北に動き3月23日日曜日午前11時頃にカーンズタウン北軍陣地の前に到着した。敬験なキリスト教徒であるジャクソンは暗息日に戦闘を行うことを避けたかったが南北戦争の軍歴を通じて軍事的利点が得られる場合は躊躇するようなことはなかった。 後に妻に宛てて次のように書いていた。私は翌朝まで戦闘を伸ばすことから来る破壊的な影響を考えれば攻撃するのが任務だと考えた。私の見る限り私の選んだ道は賢明なものだった私の感情には大変不快なものだったがその状況下では私ができる最善だった。私はその日ほど状況が良くなることはないだろうと天にはします。 父に期待し、祈る。私の軍隊が関わる限り、必要性と慈悲の心が戦闘を要求していた。武器を取るのが職業であり、その原則が成功についてくるならば、主観に間違っているかもしれないと恐れるものをやる、よう要求する。成功すればそれが得られる。ジャクソンは自ら偵察、ファルカーソンが率いた前衛旅団が撃退されたので、ジャクソンは、 北軍の右翼に回り込むことにし、占領されていないように見えたサンディリッジの西約2マイルにに回った。これが成功していれば、その部隊は尾根を降りて、北軍の後方に回り、ウィンチェスターへの退却路を塞いでいたはずだった。キーンボールがこの動きに対応し、エラスタスビータイラー大佐の旅団を西に動かしたが、北軍が到達する前に、ファルカーソンの部隊が、 オネの空き地に面した石壁に到達していた。ジャクソンの副官であるサンディ・ペンドルトンがそのオネから事態に向かってくる北軍をはっきりと観察し、その勢力が1万名だと推計した。ペンドルトンがそれをジャクソンに報告すると、ジャクソンはそれについて何も言うな。我々はそのためにここにいると答えた。プリチャード・ヒル、2009年7月撮影午後4時頃。 タイラーがその旅団で通常ではあまりない方法で、ファルカーソンとガーネットの部隊を攻撃した。それは、師団の密接渋滞というものであり、2個中隊を先頭に48個中隊をその後ろに24列並べるものであり、幅は約75ヤード、長さは400ヤードで制御が難しい体型であり、全面での攻撃力に欠けるものだった。南軍は、 石壁の背後から激しい一斉射撃を行うことで、勢力に劣りながらも一時的に反撃できた。ジャクソンは、最終的に敵対している敵の勢力を認識し、予備に取っておいたジェシー・バークス大佐の旅団を送ったが、彼らが到着した午後6時までに、ガーレットのストーンウォール旅団は、弾薬が突きかけ、ファルカーソンの右翼を晒したまま交代した。南軍の間に強行が起こり、 バークスの旅団が到着すると、逃亡する群衆となり、交代を強いられた。ジャクソンは兵士を鼓舞しようとしたが無駄だった。ある兵士を呼び止めて、君は、どこに行こうとしているのだと問うた。その兵士は、弾薬が尽きたと答えた。ジャクソンは、それならば戻って、奴らに銃剣をお見舞いして来いと言った。しかし、その兵士はジャクソンを無視し、走り続けた。 キーンボールは効果的な追撃を組み立てられなかった。その夜、ある騎兵がバレーパイクに沿った焚き火の傍らで、ジャクソンの横に座り、冗談交じりに彼らは撤退していると報告された、将軍。しかし彼らは我々の後を撤退していると話した。ジャクソンはそのユーモアがわからずに、私は満足していると思うよと答えた。北軍の損害は、 総計590人であり、南軍の損害は総計718人だった。北軍の勝利にもかかわらず、エイブラハムリンカーン大統領は、ジャクソンの大胆さとワシントンに対する潜在的な脅威に動揺した。バンクスをアルフェウス・ウィリアムズの手段をつけて、バレーに戻した。またジャクソンが西バージニアに移動して、 ジョンシー・フリーモント少将の部隊を攻撃することを恐れ、マクレランのポトマック軍からルイス・ブレンカー巡将の手団を引き抜いて、フリーモントの部隊を強化した。さらにこの機会を利用して、マクレランの半島方面作戦実施に際するワシントン防衛計画を見直し、守備兵力が不十分であると判断した。そこで、マクレランの支援のためリッチモンドに向かって、南下することとなっていた。 アービン・マクドウェルの軍団を首都近郊に残すように命じた。マクレランはこれらの兵力教室によりリッチモンド攻略は不可能になると反論した。ジャクソンのカーンズタウンに対する攻撃は彼の軍歴における唯一の敗北になったが、それによって北軍が戦略的な再配置を行うことになり、南軍全体にとっては戦略的な勝利となった。 ジャクソンのバレー方面作戦での残り期間は3個の軍に編成された優勢な北軍に対して電撃的な動きと5度の勝利を挙げたものであり、ジャクソン南軍で最も有名な将軍の地位に引き上げさせた。ただし後にジャクソンの上官であるロバート・ E ーリー将軍にその評判が移行した。南北戦争の間にガーネットほど 不公平に扱われた勇敢で有能な召喚は滅多にいなかった。いかなる客観的基準によっても、ガーネットはカーンズタウンで最善を尽くしており、その存在した状況下では合理的に予測できるものだった。その両団はジャクソンが描いた戦術的青写真を無視し、弾薬がつき、側面をつかれ、唯一考えられる分別ある道を選んだ。そうすることで、 バレエの軍隊を救った。ピーター・コスンス、シェナンド1862ジャクソンは、この敗北について、責任を受け入れることを拒否し、その後は、以前の事態である、ストーンウォール旅団の指揮官、リチャード・ガーネット巡将を許可を出す前に、戦場から離脱したとして逮捕させた。このストーンウォール旅団の撤退は、北軍の攻撃のほとんどを受け止めて、 南軍損失の大半を出した後のことであり、ファルカーソン旅団の右翼を晒し、その旅団も撤退させることになり、強行を来たさせることになった。ガーネットの後釜には、チャールズ・エス・ワインダー殉承が当てられた。9月のメリーランド侵入の時、ロバート・イ、e、ーリーが、ガーネットに対する告発を止めるよう命じたが、ガーネットは1年以上も、軍法会議の屈辱を味わい、 ゲティスバーグの戦いでは、ピケットの突撃の時に戦死することになった。第二次カーンズタウンの戦いは1864年のバレー方面作戦の時に起きた。ありがとうございます。